少年世界は、岩屋さざ波を主筆として1895年1月に創刊し、1933年頃まで博文館が出版した少年向け総合雑誌。博文館はすでに制御だったが、少年向け雑誌は、少年園舎の少年園や学齢館の小国民の選考を許していた。それは、博文館が日本の少年、幼年雑誌、 学生必戦上の三雑誌と少年文学、幼年玉手箱の二総書を手広く出していたせいでもあったので、それらを統合し、京都で、肘新聞の小説主筆をしていた、岩谷さざなみを主筆に迎え、1895年1月に少年世界を創刊した。日清戦争の勝利が見えていた時期である。小波は4年前、上記少年文学総書の第一編に、 小金丸を書き、童話作家の地位を固めていた。竹内京州が、絵画主任を務め、五世田法流、水野俊方も描いた。竹田応答が編集の序筆だった。はじめは月2回、1901年から月刊。聞く版、120ページ。論説、小説、試練、科学、遊戯、文学、学校案内、遊覧案内、図書案内、時事。 当初欄など総合な内容で、はじめ小学生、中学生を対象としたが、半年後に、幼年欄を、一年半後に、少女欄も設けた。主筆の小波が、迷号の関東におとぎ話を載せたほか、年齢順に、与田学会、高堂徳地、大和田武樹、松村海石、宮崎三枚、広津龍郎、森田試験、三つくり厳八、 岩本義春、若松静子、渡辺家庭、上田和俊、石橋志安、高田露伴、山田美妙、高安月光、大町慶月、川上美山、大橋音は、恵美水院、松井松葉、坂井古仙、佐々木信純奈、田山家帯、徳田修正、泉京花、来島武彦、黒田小山、亀国縁らが書いた。小波が属した、権究者のメンバーを多く見る。 小波の多くの掲載校の目録が昭和女子大学近代文学研究室の近代文学研究総書55に載っている。森田主権が英訳から重役した15少年、表竜記は好評で、新訳にもこの放題を踏襲している例が多い。また、高安月光の三照大部は森王外の小説に先行する儀曲だった。博文館は、 少年世界から分家する形で1900年に、幼年世界を、1906年に、少女世界を創刊し、小波はそれらの主筆も兼ねたが、1906年に、実業の日本社が、日本少年を、1914年に、大日本遊弁会が、少年クラブを、1918年に、鈴木美恵吉が、赤い鳥を創刊するなど、後続に追い上げられた。 白文館自らも1920年通続的な短会を創刊した。少年世界史の発行部数は最盛期を過ぎた1923年秋に3万部前後だったという。1918年、岩谷さざ波主筆は白文館の古問に退き、さらに1927年辞職した。週刊の年月は、 1933年1月、1933年10月、1934年1月などと言われる。1895年1月の創刊号から1903年分までが明朝府9会により復刻されている。ありがとうございます。